はい、ふみたんでございます。今回は腕時計カスタムモディファイについてお話しさせていただきたいと思います。今回もなるべく分かりやすくお話したいと思いますが、私の思うところをダラダラとお話しさせていただきたいと思います。はい、今回は、腕時計のねカスタムとかモディファイですね、早い話改造ですね、これについて私の思うところをお話しさせていただきたいと思います。いつもダラダラなんですけれども、今回はさらにダラダラ思うところをお話しさせていただきます。はい、これねカスタムとかモディファイとかね、いろんな意見があると思います。なんでね元々ある状態をそんななんか変ないじくり回すのよっていう人もね、もちろんいらっしゃると思いますし、中にはあそこそういう風になってて良くなっていいねっていう方もいると思います。はい、その辺のね感覚は人それぞれっていう風に私は考えていますね。でね、画面はセイコーの56系のいわゆるモディファイカスタムですね。うん、それぞれのカスタムの内容っていうのはね、ちょっとまあ細かくはちょっとお話しないんですけれども、ダイヤルとか針とかケースとかをそれぞれ組み合わせて、例えば風防を、サファイア風防にしたりドーム風防にしたり、うん、またはブレスを社外品にセットするっていうことがやってあります。はい、でね、カスタムって言えども悪く言えばガチャってことですよね。こういったことの、まあ、歴史っつったら変なんですけれども、まずそこをねちょっと考えてみたいと思います。これねもともとは多分私のね考えですからね、違うよっていう方もねいらっしゃると思うんですけれどもね、まあ、時計の改造とかってもう悪い時計といい時計を合体させるとかね、うん、そういったことから始まったっていうふうに私は、思っています。で昔はこっちの方がかっこいいからこれにするとかっていうのってすごく少なかったと思います。うんね、でましてやね普通の方で、まあ、時計師とかの方じゃなくてね、時計屋さんとかでもない普通の人がそういうことをやってるっていうのはねすごく少なかったっていうふうに、思っていますね。だからね時計っていうのはね、まずは本堂っていうんですかね、まずは時計自体の本堂っていうのは、製品として生まれてきたフルノーマルの状態、うん、それが一番いい状態ですよね。うん、そのことに関しては私も、承知しています。はいね、要するに製品でそのまま何も触ってない状態、フルノーマルの状態が一番いい状態、または一番評価される状態ということですよね。うん、ね、で私の場合は例えばですけれども、まあ、ロレックスのファンでもありますし、あとはまあセイコーも好きですし、あとはまあ古いのになるとまあシズンとかも好きです。はいね、でロレックスに関してはカスタムとかはしません。これなんでかっていうと、私はロレックスの時計を見た時にどこかに不満を感じません。うん、だからまあ完成形っていうかね、うん、そういうふうにね感じてるんだと思います。はい、でね、はたまた例えば今回のこの画像のね56系とかまたはセコダイバーとかをちょっと手を加えてしまうっていうのは、その1箇所2箇所っていうところに多分まあ不満があるのかなというふうにも思います。うん、不満っていうとねちょっとね聞こえが悪いんですけれども、例えば、まあ、ダイバーとか見た時に、うん、高価なねセイコーでもハイクラスのやつだと節々はやっぱりよくできてるし、材質とかもねいいものを使ってたりっていうふうになってると思うんですね。うん、だけど比較的手の届きやすいやつっていうのはやっぱり、例えばですけどもブレスとか、うん、あとベゼルのインナーとかね、そういったところに
まあ、正直不満を感じる部分っていうのはあるかもしれません、うん、だけど時計自体はかっこいいし、結構いいな、うん、だけどここの部分だけ変えてみたらもっとすごい良くなるんじゃないかなっていう目線でその時計を購入するっていうケースも私の場合はあります、うん、ね。あとはね、まあ、さっき の流れのね、あの続きなんですけれどもね、またそっちにちょっとね話戻したいと思います。だからまあ早い話は、まあちょっとね、いい時計と悪い時計を合体させて一つの時計みたいな風に始まった。だから要するにそういったことはガチャってまあ言われてるじゃないですか、うん、だからね、あんまりかっこいい行為じゃないね、あんまり良くない行為っていう風に多分思われてきた、いわゆるタブーなわけですよね、うん、それがずっときて、まあ、近年ね、だんだん変化してきたんじゃないかなっていう風にすごく思っています。そうでね、その昔でも例えば、まあ、簡単なカスタムっていうのはまあ存在したわけですよね。例えばですけれども、ステンレスブレスの仕様を例えばカーベルトの好きなやつにするとかね、そういったことも、まあ、カスタムの一つだと思いますし、あとは、まあ、ロレックスをはじめとする例えばアフターダイヤとかね、そういったカスタムを依頼するっていうのも昔からあったものだと思いますね。そういうものがずっと来て、どっちかというとね、高価なものにそういうカスタムを加えるっていう傾向が逆にそういう傾向だったのかなというふうに私は思っています、うん、近年になって今度は、セコーとかのなんかダイバー系、これが海外で流行るわけなんですけれどもね、これがそうですね、ちょっと正確な年数ちょっと忘れちゃったんですけれど、10年ぐらい前かな、まあ、数年前にまだね、セコーダイバーで今のプロスペックスのシリーズなかったんですよね、うん、スキューバーだった時ですよね、うん、でその前にセコダイバーって結構、まあ、海外ダイバーが結構、ね、ちょっと注目されてた時期あったんですけれどもね、うん、その時にブラックモンスターって出たんですよ、うん、まあみんなねご存知の方多いと思うんですけど、それがちょっと流行って、そのね、モンスターのちょっとね変な言い方じゃないんですけど、ちょっとそれの安いやつみたいな感じのがあって、ちょっと一回りちっちゃいような感じだったんだっけな、ちょっと忘れちゃって、型番もちょっと忘れちゃったんですけどね、それがブラックボーイと呼ばれてたんですよ最初、うん、でだんだんそれが変化してきて、で元々あった SKX 今の、ボーイね、ブラックボーイとかネビーボーイとかね、それがまあセコーボーイって言われてたんですよね当時ね、うん、で当時は例えばその今の、まあ、SKX のボーイっていうのは、まあ、そんなに人気なくて、値段もね安かったんですよすごく、うん、でね1万円切ってるね時代もありました、うん、でね、それがだんだんそれを改造するみたいなのを海外で流行ってきたんですよね、モディファイっつってね、うん、で部品がいろんなメーカー、まあ例えばですけど、なんて言うんだろう、そういうのマイクロブランドっていうんですか、そういうとこからたくさん出るようになってきて、まあ、例えばですけどね、太鼓ノートの専用ブレスとかが、出始めたのもその頃なんじゃないかなというふうに記憶しています、うん、でどん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 流行ってきて結構定着化してきて、うん、そういった一つの、モディファイっていうね MOD っていうジャンルが確立されたんじゃないかなというふうに考えていますね。まあ、改造っていうとね、まあ、ちょっとあれなんですけど、まあ、いろんな世界に改造ってありますよね、まあ、自動車とかオートバイをはじめ、まあ、何でもあるっていうかね、うん、本当にね、改造のジャンルっていうのはどこのジャンルってごめんなさい、改造っていうそのなんだろう、そのチャンネルっていうのはいろんなセクションに存在してる、うん、でもね、それがね良くないとか
そうやってなってた方がいいとかっていう、その議論というのはその各そのジャンルで行われているような気がします。なんでそうやって考えると、まあ、面白いですよね。私は例えば、まあ、この改造に関してはね、その時計はのベースとしてすごいいいんだけど、こことここだけ変えたらもっといいのになって、そういったものを選んでる、で、まるっきり変わっちゃっても成功のなんだか分かんないっていうふうにはしないで、ちょいちょいっていうところをポイントで変えるっていうのが比較的好きかもしれません。それはね、人のね、皆さんの好みですよね。このモディファイのシリーズでも、例えばですけれども、まあ、いろんな部品出ているじゃないですか。だからまあエキサイティングしてきてね、例えばこの SKX のボーイを、例えばまあインナーベゼル変えて、ベゼル変えるところから始まって、ブレス変えて、その辺まではまあやっただけど、今度はダイヤル変えて、チャプター変えて、ハンズ変えてとかね、ずっと行って、最後にはケースも売ってるんですよね。でケースも変えて、最終的には 7S も捨てて、例えば NH35 とかね、これ外反の 4R ですよね、これを積んでフルカスタムっていう風にね、やってる方もいますよね。まあ、これはこれで面白いと思いますし、すごいんですけど、ね、考えようによっちゃもはやボーイでも成功の時計でもないみたいなね、なんかオマージュ見たくなっちゃうね。まあ、やってる方はそのまあ承知でやってるんで、いいとか悪いとかじゃないんです。あとはまあセンスの問題もあると思いますし、その時計を見てかっこいいと感じるとか、こっちの方がかっこいいとか、こっちの方がいいとかね、そういったものも人それぞれで楽しめばいいんだと思うんですよね。あとはね、これからね始める方には、まあ、例えばボーイとかに関しても、まあ、今ちょっと高価にね、若干高価になっちゃいましたもんね。だからね、なかなかね思い切ったね激しいやつとかもね、できなくちょっとなってきちゃったかなっていう印象もあります。なんか部品もちょっとね昔に比べたらまあ高いですしね、当時ねダイヤルとかもね多分ね2000円とかだったんですよね。そう、まあすごくね安かったね。今まあ部品自体も高いし本体も高くなっちゃったんで、まあ、最近だと例えば SKX のボーイ買って比較的なフルカスタムとかやるとね、 SBDC の新品買えちゃうかなみたいなね、そういった意見もあると思いますね。いずれにしてもどっちがいいとか悪いとかじゃなくてね、個人の楽しみとしてね、ちょっとカスタムして満足できるようになるとかね、自分がすごくかっこいいと思うようになるっていう風にね、一つの遊びっていうか、まあ何でしょう、着替えですよね。そういった感覚で楽しむのも楽しいんじゃないかなっていうふうに私は思います。はい、皆さんはねどうお考えでしょうか。今回も聞いていただきありがとうございました。またお話しさせてください。